セシル、どうかしたのかい？ヒーローはいつでも神出鬼没なのさ。そうだ、いいこと思いついたぞ。今から俺が溺れるからセーシェルはイギリスを呼んでくるんだ。いやー、フランスから聞いたんだけどさ、どうやらイギリスが俺のことを助けたがっているらしいんだ。まあ本当は人助けはヒーローである俺の仕事なんだけどな、たまにはイギリスをヒーローにしてやろうっていう壮大な作戦だ。どうだい、びっくりしただろう。というわけで、今から俺が溺れるからセーシェルはイギリスを呼んでくるんだ。で、イギリスが俺を助けて一件落着、完璧だろ。よし、それじゃあセーシェル、あとは頼んだぞ。こんなところで何やってるんだ、セーシェル。まさか、なんかアホなことでも企んでるんじゃないだろうな。なんだと？なんで早くそれを言わねえんだ！足がつって動けない。待ってろアメリカ、今行くからな。イギリスかい、早く助けてくれ。オーマイガー、俺はもうダメだ。諦めんじゃねえ、諦めたら承知しねえからな。イギリス、君が助けに来てくれたのかい。ちょっと暴れんな、助けらんねえだろう。うー、沈む沈む。腕を掴むな、俺まで沈んじまう。バカ、お前は来んな、余計危ねえ。で、アメリカ、今回のことについて詳しく説明してもらおうじゃねえか。セーシェルには聞いてねえよ。お前、あそこでセーシェルがいなかったら死んでたかもしれねえんだぞ。何のためにこんなことしたのかって聞いてんだよ。だってフランスがたまにはイギリスをヒーローにしてやれよって。ヒーロー？だってイギリスは俺のヒーローになりたかったんだろ。はっ、お前何言って。基本的にヒーローはいつも俺だけどさ、フランスに言われてたまにはイギリスがヒーローをやるのもいいんじゃないかって思ったんだ。わかったよ。フランスのやつ、適当なこと言いやがって。イギリス、俺のことを許してくれるのかい？俺が許す前に、お前のくだらない思いつきに巻き込まれた上、命まで助けてくれたセーシェルに感謝しろよ。それもそうだな。悪かったな、セーシェル。
シェルがいてくれて助かったぜ。あのままお前が溺れてたら。ヒーローは不死身だからな。そんなことにはならないのさ。はあ？お前どの口が言ってんだよ、そのセリフは。お前本当は全然反省してねえだろ。そんなことはないぞ。俺は反省している。なんで反省してるやつがそんなに偉そうなんだよ。まあいいじゃないか、細かいことは。細かくねえ。